どうもミスター X です。今日が2019年の12月8日ですね。もう8日です。もう8日、早いですね。まあここから年末に向けて一層ね、時間は早く過ぎていくことと思いますけども、どういう、ね、行動をして終わるのか、どういう年末を年末を、ね、締めくくるのかっていうのが、来年に向けての、勢いがつくんじゃないかなと思います。何をするのか、去年の今頃私自身はまだ商品も売ってませんですし、トップバズ塾も販売しておりませんし、やっていることといえばトップバズで、12月ってあんまり収益上がらなかったんで悩んでたと思いますね。11月がバーンと跳ねたんですね。11月がバーンと跳ねて、で私で17万ぐらい行ってたと思います。で淀川のおっさんが22万ぐらい行ってたのかな。で結構ねもうすごかったんですよ。去年の11月ぐらいすごくて、12月がちょっと落ち込んで、いやーこれもうそろそろ終わるんじゃないの、トップバズもうすぐ終わるんじゃないのかなみたいなことを言ってたのを記憶してます。でもうそろそろね、本当にブックメーカーに対して時間を最大集中させる時期なんじゃないのかなっていうふうに考えたりもしていて、でもねまだなんとトップバズがこういう形で続いているということで、なんと言うんでしょうね、まだ皆様に伝えるトップバズをね稼ぐことができる間は、トップバズ塾は続けてまいりますということを、歌っておりますので、まだまだ続けていくというところでございます。で、なんでしょうね、トップバズっていうのはどうですかね、今、例えば3アカウントの高アカウントを持っていて、でそれぞれで3万円から4万円、1アカウントマックス4万円ぐらいがギリかなっていう感じはします。それはもちろん検証結果からの、数字なんですけども、 4万、1アカ4万で3本持っていれば、高単価アカウント3本持っていれば、10万なんとかいくかなっていうような状況ではないかと、今は、そういう感じをしております。であとそうですね、10万ぐらいだったらあったら十分かなっていう方が結構いらっしゃるかと思います。月にね30、40、20、30、40で、そして100とかっていうのを無料で叩き出すっていうのは結構きついなというふうに感じています。もちろんね、情報発信すればいけると思います。自分がプレイヤーとして無料だけで、ずっと 30万、40万稼ぎ続けるっていうのは非常に、できなくはないんでしょうけど、すごく運がいいとか行動量が素晴らしいとかっていうことになってくるかと思います。でここで、ブックメーカーの話になるんですけども、ブックメーカーはどうかというと、スマホで全てが完結してしまうんですよね。全てがスマホで完結する、入金、ベッド、出金、全部ですねスマホで完結するわけで、で何をしているかっていうと、やっぱりリサーチはしますよね。もうむちゃくちゃリサーチします。リサーチをして、でそして、ベッドするべき試合を見つけて、でベッドしていくというところなんですけども、そこのスキルですよね。スキルを身につければ1日1時間足らずで、ベッド金額にもよりますけども、ベッド金額にもよるんでね、何とも言えないんですけど、例えば自分の1回ベッドする金額が、かなりの金額に上がっていくと、最低でもね3倍とかっていうものにはなっていくっていう感じなんですよね。なので
まあ非常に何て言うんでしょうね、簡単な言い方をすればスキルを身につけてしまえばめちゃくちゃ楽ってことですね。スキルを身につけてしまえばめちゃくちゃ楽っていうことです。でそのスキルを身につけるまでの過程をね、一緒にやりませんかというようなことをよしくアカデミアでは、まあ、やっていこうとしているわけなんですね。まあ、もちろんその悩みだったりを共有しながらですね、共に成長していくというところでやってまいりたいなと思ってますし、まあ、これもやっぱり結構ね時間かかるんですよ。スキル、短い期間でスキルアップしたことってすごい、すぐねそのスキルが使えないものになってしまったり、あとはもう本当に稼げないスキルだったりするわけで、本当にこれから将来ね、先々トップバズはすごく不安定ですけど、ブックメーカーはその不安定さというものがありません。これはどこに不安定さがあるかというと自分のスキルなんですね。なので自分次第です。自分次第っていうところがありますから、まあ、そこをね一緒に共にねトレーニングをしながらやっていくということで、確かなスキル、まあ、もちろんね、まあ、そのノウハウっていうのは全てお渡しすると、その上であとはスキルなんですよね。スキルアップをしていく。もうこれでスキルを上げていけばもう本当にね、自分で個人で月々30とか40とか50、広島の68歳 M さんに至っては月300ですからね、300、まあ、ちょっと別途金額は大きいんですけども300です、まあ、そういった形でね、よしくアカデミアグランドオープンに向けて講義も今作り込んでいるところですので、ぜひ楽しみにされてください。以上です。最後までご覧いただきましてありがとうございます。